71年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第23回大会である。5月にオーストリアのザルツブルクリンクで開幕し、ハラマサーキットで開催された最終戦スペイン GP まで全12戦で争われた。フランス GP とユーゴスラビア GP がカレンダーから外れ、代わりにオーストリア GP が 新たに加わりスウェーデン GP が10年ぶりに復帰して、この年も前年と同じく全12戦となった。相変わらずメガボルト、アグスタとジャコモアゴスチーニによる大排気量クラスの支配は続いていたが、日本メーカーのニストローク市販マシンの台頭は、メガボルト・アグスタにとって無視できないものになりつつあった。レース活動の原動力だったアグスタ白尺をこの年の2月になくした。 メガボルトはグスタだが、グランプリ活動の継続を決定し、3気筒マシンをさらに、パワーアップさせる一方で、シーズン終盤の地元イタリア GP では、直主力となる、新たな4気筒マシンをデビューさせている。しかし、350cc クラスでは、アゴスチーニに続く、ランキング上位のほとんどを、ヤマハのマシンに乗るライダーが占め、 メガボルト・アグスタが出場しなかったレースという条件付きながら2ストロークのマシンが 500cc クラスでの初勝利を記録するなど2ストロークの波が確実に大排気量クラスにも迫っていることを感じさせるシーズンとなった日本製の2ストローク市販マシンが力をつけてきたとは言えこの時点ではまだまだメガボルト・アグスタの4ストローク3気筒の強さは 圧倒的で、ジャコモアゴスチーニは、開幕から8連勝して、難なく 500cc クラス6連覇を達成した。早々にタイトルを決めたアゴスチーニは残る3戦のうち2戦を、欠場し、地元である、第10戦イタリア GP には出場したものの、マシントラブルによりリタイアした。イタリアで勝ったのは、 イタリアの国内レースでのアクシデントで死亡したアンジェロ・ベルガ・モンティに代わってアゴスチーニのチームメイトになったアルベルト・パガーニだった。アルベルトは 125cc クラス初代チャンピオンのネルロ・パガーニの息子である。前年活躍した川崎の3気筒 H1R に加え、この年は H1R と同様にロードモデルをベースにした。 鈴木の2気筒資ハマシン TR500 が速さを見せた。メガボルトアグスタが出場しなかった第9戦アルスター GP では TR500 をカルジャックフィンドレーガにストロークエンジンの 500cc 初勝利となる優勝を飾り、同じくメガボルトアグスタが欠場した最終戦スペイン GP では H1R のデーブ・シモンズが勝利している。メガボルト アグスタとジャコモアゴスチーニに対する2ストロークマシンのプレッシャーは 350cc クラスではより顕著でアゴスチーニ以外の上位入賞の大半を占めたのはヤマハの市販マシンに乗るライダーたちだったその中でもヤマハのサポートを受けてセミワークスとも言える体制のヤーノサーリネンはアゴスチーニがメカニカルトラブルでポイントを獲得できなかった チェコスロバキアとイタリアで勝利を挙げ、グランプリデビュー2年目ながら、ランキング2位となる活躍を見せた。とは言うものの、ハイパワーな改良型エンジンを投入した、メガボルトアグスタ3気筒との差はこの時点では、まだ歴然としており、アゴスチーには、フィンランド GEP までの8戦のうち、トラブルに泣かされた2戦を除く6勝を挙げてこの、クラスでは4年連続となるタイトルを獲得した。 アゴスチーニが欠場したアルスター GP では MZ に乗るペーター・ウィリアムスがグランプリ初優勝を飾ったがグランプリ2にストロークエンジンという確信を持ち込んだ MZ にとってはこれが最後のグランプリ勝利となった前年と同様にヤマハの市販マッシン TD2 が 250cc クラスを席巻したがシーズンをリードしたのは ヤマハのサポートを受けたロドニー・ゴールドやヤーノ、サーリネンではなく、プライベーターとして参戦していた、フィル・リードだった。1968年に、ヤマハのファクトリーライダーとしてこのクラスのチャンピオンとなったリードだが、その時にビル・アイビーにタイトルを取らせようとするヤマハのチームオーダーを無視して、タイトルを取ったという経緯もあって、ヤマハワークスのグランプリ撤退後はヤマハからのサポートを、 受けられずにいた。しかし、TD2 に独自のチューンを施したリードは、シーズン序盤に参照して、タイトル争いを一歩リードし、チェコスロバキア GP 予選のクラッシュによる、怪我のために2戦を欠場するというアクシデントがあった、ものの、最終戦で2位となって、ゴールドを5ポイント差で振り切って 250CC クラスでは4度目となるタイトルを獲得した。この年の、 第6戦東ドイツ GP250CC クラスでは西ドイツのライダーであるディーター・ブラウンが優勝したが表彰台で西ドイツの国家であるドイツライリートが演奏されると20万人以上の観客が興奮してパニックとなり警官隊が観客席にマシンガンを向けて威嚇するという騒動に発展した結局この出来事がきっかけとなり東ドイツ GP は この2年後に世界選手権のカレンダーから外れることになった。前年ランキング2位のアンヘル・ニエトが初戦に優勝して選手権をリードしたがシーズンを通して観客の注目を集めたのは前年に印象的なグランプリデビューを果たしこの年から本格的な参戦を開始した20歳のバリーシーンだった。古い鈴木のマシンに乗るシーンだったが第5戦ベルギーで 初優勝を飾って、グランプリ優勝の最年少記録を更新すると、その後も2勝を含む、前線表彰台という速さを見せてニエトをしのぐ109ポイントを獲得した。しかし、成績の良かった6戦のポイントを有効とするという、有効ポイント制のために、タイトルは5勝を挙げたニエトのものとなり、3勝のシーンは、ランキング2位でシーズンを終えた。 ヤンデフリースのクライドラー 50cc クラスでは2年連続チャンピオンであるデルビのアンヘルニエトとクライドラーに乗るヤンデフリースによるタイトル争いがシーズンの最後まで繰り広げられた第8戦のイタリア GP を得た時点で4勝のフリースに対してニエトは3勝とほぼ互角で最終戦スペイン GP を迎えたがスペインの1周目にニエトが クラッシュでレースを終える一方でフリースは5勝目を挙げ、初タイトルを獲得した。これは、オランダ人としても、またクライドラーにとっても、初めてのワールドタイトルだった。500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス、500cc クラス 350cc クラス250。 CC クラス 125CC クラス 50CC クラス。ありがとうございます。